二千同化は、1923年に江戸川乱歩が発表した短編推理小説であり、探偵小説家江戸川乱歩の象徴作である。芝区にある電気会社の工場の給料日に新聞記者に変装した紳士泥棒が現れて、まんまと給料袋ごと、職工たちの給料5万円を盗んでしまった。刑事の丹念な捜査で泥棒は捕まったが、 肝心の給料袋の行方については一切白状、しないまま懲役となった。困り果てた工場支配人は5万円の給料支払金に5千円の懸賞金をかけた。私とその友人、松村武はバスへの下駄屋の2階の6畳に同居する緊急青年だったが世間を騒がすこの事件に強い興味を持っていた。ある日、松村は机の上に 私が置いた二銭銅貨に目を留めた。そしてこの二銭銅貨の秘密に気がついた松村は、これをきっかけに一人で捜査を始め、ついに盗まれた五万円の行方を突き止めたとして、私に、得意げにその謎を解き明かしてみせる。私が、タバコ屋でお釣りにもらった、その二銭銅貨は、表と裏が二つに分かれる容器になっていて、中には、 ナムアミダ仏の文言が列挙された不思議な暗号文は入っていた。松村はこの暗号文の謎を解き、紳士泥棒が巧妙に隠した5万円を見つけ出したというのだが、1922年9月に執筆され、1923年に雑誌、新青年4月増大号に掲載された。書出時の題は2000同化。江戸川乱歩の初上作であり、 日本最初の本格探偵小説とも言われる作品である。内容は乱歩が系統したポーの小金虫を放物とさせる暗号物である。作中の松村のセリフでポーのゴールドバグやアーサー・コナン・ドイルのダンシング面への言及があり、ベーコンの発明したツーレター暗号法など暗号に関するうんちくがいくらか語られていて、後に 幻影城などで内外の推理トリックを紹介する探偵小説マニアとしての乱歩の片鱗が伺える作品となっている。乱歩は大学時代から暗号に興味を持ち暗号紙を調べていたこともあった。ポーに詩縮していた乱歩は江戸川乱歩をもじった江戸川乱歩を本作で自らの筆明とした。明治から昭和初期にかけて流通した二千動画本作の 暗号は返事法の一種と返事法を組み合わせたものに、さらに文知式暗号も埋め込まれている。乱歩は小説に知人の生命を使うことが多く、本作の松村武は、芳造船所勤務時代からの友人、松村家部の名を拝借している。この松村は同時期に執筆された一枚の切符にも登場する。松村が奮発してあんまを呼ぶ場面があるが、 乱歩自身もあんまが好きで、当時、小遣いを苦面して三日に一回は、あんまを呼んでいた。作中の展示の暗号も、このあんまから展示を教えてもらったことから着想を得た。文中の展示は、戦後になって、誤りの指摘を受けた。そのため、乱歩は1961年に陶芸者から、全集が出た際に、これを訂正している。ただし、このによる訂正は周知されず、 その後に発行された、講談社版第一次全集、同、第二次全集や角川文庫版などは書出の新青年を定本としたため、書いて誤りが残ってしまう結果になった。また、春陽文庫版や新潮文庫版などの文庫本でも、増刷時に修正がなされなかったため、1982年に、読者が改めて誤りを指摘するまでの20年、あまりの間、 初出時の誤りが踏襲され続けてきた。それ以後に新たに番組がされた文庫版などは、当原社版によるなどとし、訂正版の暗号によるのを常としているが、岩波文庫版のみ、初出の新青年版によっているため間違った暗号が掲載されている。三上延の小説、ビブリア古書道の事件手帳4はこの暗号の誤りをテーマにしている。当時、 宇の工事の小説を愛読していた乱歩は文章については何々したところのといった工事式文章の影響を多分に受けていると語っている。乱歩は本作について最初展示とナムアミラ仏の組み合わせて暗号を考え、それに二千堂化という隠し場所や偽札の剣なんかを付け加えたので暗号が全体の中心になっていて、 その外に対して相違はないわけですと解説している。原稿料は1枚につき1円だった。新青年という雑誌が今よりはケチだったし、今ほどは売れてもいなかったし、無名作家の原稿なんだから1円は当たり前でしょう。今考えるとバカに安い気がするが、当時は原価1枚3輪か5輪の原稿紙が1円に売れる。ボロい商売だとありがたく思ったことであると10回している。 原稿料は全部で50円だったが、当時の水準でもこれはかなり安く、生活を支えるほどの金額ではなかった。文中で五字やう段と解読される暗号があるが、旧金遣いを改めた戦後の出版でも、この金遣いだけは意味が通らなくなるので改めていない。乱歩はこれを八字ずつ飛ばして読むと、五条段となるところはどうもぎこちない。 あれはなかった方が良いと思うと戦後になって述べている。乱歩は大正9年に東京の本郷で弟や友人と古本屋三人書房を開き知的小説観光会を起こしていた。乱歩はこの古本屋の2階で友人と一日中探偵小説談義に明け暮れていた。この友人に話聞かせていた探偵小説のアイデアが本作の筋立てとなったのである。 乱歩は、大正11年7月に化粧品製造業の支配人を辞めて失業し、東京の家を引き払って、妻と赤子と共に、大阪の父親の家に転がり込んでいた。貧窮の中の乱歩の楽しみは、新青年を読んで、探偵小説の世界に浸ることだった。新青年は、ポーやフリーマンの海外翻訳や、ババコ長、小堺吹き、 星野流著などの探偵随筆を掲載していて、失業中だった乱歩は乏しい小遣いからこれを買って、読み、胸を躍らせていた。後に次のように改装している。失業中の乱歩は、2、3ヶ月の間、本当に何もしないでブラブラしていたといい、あまりの所在のなさに、10万円欲しいなあ、たった5万円でもいい、そうすれば1万円で家を建てて、うんるんというような、 虫のいい妄想を描く片手間に小さなお膳高机高の前に座って小さくなって書き上げたのが二千銅貨と一枚の切符ですとこの時の様子を語っている。乱歩は東京の団子坂時代に大筋だけ考えていた二千銅貨と一枚の切符の二辺の推理小説を2、三日で下書きし、大正11年9月末から10月にかけて手を加えて 改めて原稿用紙に書き写した。数え年29歳の時だった。作中の私の貧窮描写、あの泥棒が羨ましいといったセリフには乱歩自身の当時の実態が反映していると言われる。乱歩はこの二つの原稿を当時その方の親玉のように思ったというババコ長に送ったが半月ほど経っても返事がないため、不満やる方ない乱歩は、 質問を過剰を書きにした、返信用のハガキを同封した、失礼千万な風書を再送した。しばらくすると馬場から丁重な返事が来た。樋口一葉の南海帰とかで長らく旅行中だったとの内容だった。乱歩は邪水をしすぎて大しくじ,じりだ。何ともお詫びのしようがないとこの時の心境を大正15年に探偵趣味で述べている。 乱歩は後日大阪から上京した際にババを尋ねぶれを浴びたが、ババは意に返していない様子で、乱歩も安心したという。何はともあれ原稿を変装してもらったが、再度ババに見てくれとも言えず、探偵小説の本舞台と認める新青年の森下村に変装料付きでこの原稿を送った。すぐに送り返してくるだろう。ざまあみろと思っていたという。 返事はなかなか来ず、目下原稿三席、急には読めない。新青年は翻訳物を主としているから、日本人の書いたダサ作なんて載せられないというような、はがきが来た。尺に触った乱歩は、読む暇がないなら直ちに送り返してくれ。新青年が翻訳物専門くらいのことは百も承知だ。もし幸いにして、外国作品の間に混ぜることができたらと思って送ったのだ。 打倒書家と一緒にされておたまりこぼしがあるものか、と、森下宛に返事を書いた。乱歩のこの一文に当てられた森下は原稿を一読。その内容の斬新さに驚いた森下は、返書で本作を次のように絶賛し、新青年掲載の胸を返答した。これには乱歩も、入学試験に一番で合格したほどの喜びを感じ、さすがに、森下うそんがんがあると、森下さん。 ぐっと好きになったと大喜びしたという。さらに森下は、探偵作家小堺付きにも、本作を見せたところ、小堺もこれを激賞。こうして本作は、大正12年4月、新青年4月増刊号に掲載され、探偵作家、江戸川乱歩デビューとなったのである。新青年に本作が掲載されると、小堺付きは本作に、次のような賛辞を添えた。 また松本清長はこの小説について次のように述べている。他多数。江戸川乱歩の諸女作、二千動家にミス。読売新聞有刊、P5、あの作この作。芋虫、後書き。本文は、ご冗談だが、この後書きなど、乱歩はこれを、ご冗談と書いている。阿部ヤマルの筆名で、昭和初期から時代劇探偵小説を書いている。 ありがとうございます。